どう？最近。私は、元気。今日も、蛇の命続きやってこうね。久しぶり！久しぶりだよ。蛇の命をね、取るにはね、すっごい体力がいるから、ちょっと、めちゃめちゃ期間が空いちゃうんだよね。でもね、これめちゃめちゃ長編らしいの。だから、みんな気長に付き合ってね。じゃあ、続きやるよ。今どの辺だったっけ？あ、オートエギ発動したとこか。なるほどね、思い出しました。イギだよ。蛇探偵が何か感づいたみたいだよ。ムカデ以外に最後のバールを持っているのは？これはね、私ですね。あ？あ、違うわ。人工温泉を発見した時に鉄格子の向こうに何か見えたような。あ、なるほど、旅館側か。旅館側。ちょっとくしゃみが出る。わーい。はい、失礼しました。旅館側。旅館サイドが最後のバールを所持しているって？適当なことを言って。旅館のどこに最後のバールがあるっていうの？地下です。200ポイントね、ありがとうございます。そうだよ。考えてみれば、さっきの地下人工温泉の調査記録。鉄格子の向こうに最後のバールがいくつか見えるよ。最後のバールを備蓄してたなら、監禁された段階で言うべきだよ。なんで黙っていたのさ。地下のことなんて詳しくチェックしてないわよ。地下は広いんだから、異物が紛れ込んでも見落とすことだってあるわ。ざっと見る限り4個もあるのに見落とすわけないでしょ。これは確信犯だよ。旅館は何か隠してるよ。最後のバールが無駄に複数個ある理由。これね、思い出しましょう。それでも5000ゴールドはぼったくりだよ。2000ゴールド程度適正価格。あー、なるほど。適正価格を知っているっていうのは、昔旅館で販売してたからってこと？そうだな。旅館で昔販売してた商品の在庫ってところだろ。ミミズの声ってこうなんだったっけ？毎回なんか迷子になっちゃうわ。従業員がバールの適正価格に詳しかったのも、もともと販売していた可能性が高い。旅館が最後のバールの存在を隠していた理由は？あー、逆転の発想となんだ。以前まで旅館でも発売していた、以前まで旅館でも販売していた最後のバール。重要なのはなぜ販売終了したのか？あれを隠したかったからだろう。なんだ？あー、これか。人工温泉かな。オッケー。そうだよ。人工温泉を隠すために、地下への階段は鉄格子で封印されている。つまり、地下を隠すには、最後のバールを、つまり、地下を隠すには、最後のバールを販売中止にするのは必然。あんたたち、さっきから勘違いしてないかい？鉄格子といっても、地下への鉄格子の問題じゃなくて、裏口への鉄格子の問題だったろ？そうだったよ。問題なのは、裏口の鉄格子だよ。人工温泉を隠すために、地下前に鉄格子を設置する意味はあっても、裏口前に鉄格子を設置する意味がないでしょ？いや、最後のバールは、旅館側が持ってるの以外は1個しかなかったんだよね。ムカデが持ってたやつ。だから、こっちで使わせて地下に入らせないようにしたかったっていう理由じゃないの。ほら。旅館が裏口に鉄格子を設置した理由。考えられるのは、閉じ込めるため、地下を封鎖するため、バールの値段を釣り上げるため、バールを使わせるため。これだよ。バールを使わせるためだよ。バールを使わせるため。そういえばバール関連は消耗品だったね。もし最後のバールが1個あるだけなら、どっちの鉄格子を開けるからね。優先されるのはもちろん裏口への鉄格子が優先。そうだね。確かに閉じ込められたなら裏口を開けるのが優先だよ。地下の鉄格子なんて開けてる場合じゃないものね。旅館側が地下を隠すため鉄格子で封印して、最後のバールも販売中止にしたのに、厄介なムカデがバールを一つ持ち込んだ。その一本のバールを消費させるには、裏口に鉄格子を設置するのが一番効率的なんだよ。ってことは、裏口に鉄格子を設置した犯人は、
ふざけるんじゃないよ、探偵気取りのクソヘビが。いきなり怒り出したぞ。何が裏口の鉄格子が優先だい。現にあんた近いの鉄格子を優先してるじゃないの。逆転の発想以前に言ってることとやってることが逆転してるんだよ。怒るってことは自分が鉄格子を設置した犯人って認めてるようなものじゃないの。そんなことはどうでもいい。閉じ込められてみんな困ってる時に裏口ではなく地下への鉄格子を優先するヘビ探偵の鬼畜外道っぷりが問題よ。客を閉じ込める旅館の方が鬼畜外道だと思うけどね。そうだよ、旅館サイドのやってることは法的にもアウトだよ。鉄格子で閉じ込めた旅館を罪に問えるとしたら詐欺罪、監禁罪、猥褻罪いやー、猥褻罪選びてー、監禁罪です。そうだよ、閉じ込めてるから監禁罪だよ。監禁なんてしてないよ。もともと金の扉は設置してあったし、それにあんたが自分で立証したろ。監禁が目的じゃなくて、あくまでバールを消費させるためだって。つまり人工温泉を隠すだけが目的なのよ。だったらその人工温泉自体が詐欺罪だろ。別に詐欺じゃないよ。もともと天然温泉でも名乗ってないし、宣伝文句の回復作用も事実だからね。なんとかしてこの旅館を罪に問えないものかな。その旅館以上に重大な罪を犯している者がいるのだよ。刑事久しぶりだね、無能の刑事。お前が真犯人説出てるぞ、コメント欄で。誰だよ、罪を犯してるやつって。そこのヘビ探偵だよ。なんで？なんかしたっけ？またヘビ探偵に罪を着せるパターンのやつだよ。もはや伝統芸能の域だよ。犯してる罪って何なのよ。地下への不法侵入罪だよ。あ、そうでした。すいませんでした。捕まえないでください。そうよ。利用規約にもあったはずよ。地下に侵入したら不法侵入罪で即逮捕って。そんなの人工温泉を隠したいだけの旅館ルールじゃないか。なんだか泥仕合になりそうだよ。そもそもこの旅館自体、建築基準法に反してるんじゃないのか？部屋が狭すぎなんだよ。部屋が狭くても命に関わるような問題ではないわ。それに部屋が狭いのは土地が狭いんだから改善しようがないじゃない。土地が狭いなら土地を買って広げりゃいいだろうが。この旅館にそんな金ないったら。過去に70万の援助を受けただろう。払えるはずだ。そんなの過去の話だよ。今の旅館は財政難だったば。財政難の割には地下設備が充実してるじゃねえか。確かに。ミミズの言う通り。ミミズとタメハル。おかん間違った。旅館のおかみ。旅館とおかみが混ざっちゃったな。人工温泉とか相当金がかかってそうだしな。地下が広いのは当然よ。もともと温泉を求めて地下一帯をドリル重機で掘り起こしたんだ。それでも温泉が出なかったから仕方なく人工温泉に頼るしかなかったんだよ。そう考えてみると旅館側も大変なんだな。そうよ、人工温泉を隠蔽していたのは温泉を心から気持ちよく入浴してもらうため。だから地下を鉄格子で封鎖して最後のバールも販売中止にした。それを空気を読まない一匹の蛇が地下に侵入したせいで全てが水の泡だ。地下への出入りは不法侵入罪で逮捕と言ったはず。それも出口に使うべき最後のバールを犠牲にした上での不法侵入だからね。そう考えてみると探偵の蛇も結構えぐいことやってるわね。反論できませんね。ごめんなっちゃい。逮捕だ。そのヘビ探偵を地下の不法侵入罪で逮捕しろ。決まりのようだな。この探偵気取りのヘビは地下への不法侵入罪で逮捕だ。絶体絶命の状況に追い込まれたようです。この状況から逆転するには発想自体を逆転するしかない。あ、お前が地下に侵入したのは明らか。利用規約通り不法侵入罪で逮捕する。いや、利用規約には書いてるわ。利用規約に書いてない、地下には侵入してない、思い出す逆転の発想。いや、だって利用規約に書いてないは嘘だから地下には侵入してないってことになっちゃうじゃん。地下に侵入してない。いや、ちょっと思い出そう。地下が広いのは当然よ。もともと温泉を求めて地下一帯をドリル重機で掘り起こしたんだ。それでも温泉が出なかったから仕方なく人工温泉に頼るしかなかったんだよ。掘り起こした。
逆転の発想は、人工温泉を見に行ったから地下に侵入したのは事実。ただし、あの場所が地下ではなかったことを立証できれば。あー、え、そんなことある地下をドリル重機で掘り起こしたことで、地下が、え、できた。え、ちょっと待ってよ。え、どういうことだ。ちょっと待って、地下には侵入してない。地下には行ってない。鉄格子を破壊して地下の人工温泉を見に行ったのは事実だろう。どう言い逃れする気だね。旅館の敷地外に侵入しただけ、浴槽内に侵入しただけ、1階に侵入しただけ。旅館の敷地外ではない。浴槽内に侵入したわけでもない。ってことは1階に侵入。あ、待って、じゃあここ2階ってこと。え、ドリル重機のせいで沈んだってこと？この建物自体が。そういうこと？ちょっと待って、1階に侵入しただけ。1階に侵入って、ここが1階じゃないの？ここは何階？じゃあここが2階ってことじゃないの？地下が1階でここが2階ってことは。あ、ちょっと固まっちゃった。固まっちゃった。ちょ、ちょ、ちょ、ちょ。はい。事態の土台から考え直せばわかる。2階が雪崩で流された。旅館全体が1階分沈没している。うわー、マジか。そん、いや、すげえな、これ。面白え。旅館全体が1階分沈没している。おー、当たってんだこれこの図めっちゃ面白いな。旅館って書いてあるそうだよ、地下全体は掘り起こしたことで地盤はスカスカ、温泉が湧き出るどころか旅館全体が1階分沈んでしまったんだよ。あー、だから、え、でもなんで入り口と裏口があるんだろう、2階に図星じゃん。この旅館の闇は根深いとか聞いてたが、物理的に根深かったわけだなうまいこと誰が家と言ったんだ。本当の意味で根底を覆しちゃったよいや、この正面ヘビ好き。旅館が埋まってるなんて憶測に過ぎないわ。地下に埋まってるのなら宿泊部屋として使えないじゃないの。地下を宿泊部屋にしても客にバレる。だから宿泊部屋の代わりに地下にはあの設備を置いたに違いない。これが人工温泉か。 OK。 そうだよ、地下なら人目にもつかないし、人工温泉を置くにはもってこいだよ。それじゃあその人工温泉で客を呼んでも宿泊部屋数が足りなくなるじゃないの。宿泊部屋数を確保するために旅館が行った手法は、旅館の面積を広くする、部屋の面積を狭くする、はあ、だから部屋が一個一個めちゃめちゃ狭かったんだ。だってさ、あの従業員とかの部屋めっちゃ広かったよね。うん、そうだよ、部屋の数を増やすなら部屋ごとの面積を狭くするしかないよ。どういて部屋がクソ狭かってわけだ。部屋の狭さだけの問題じゃないよ。旅館が崩れ落ちてるってことは地盤はゆるゆる、ガバガバのガバ勢だよ。地盤がゆるゆる、これは法律的に、詐欺罪、監禁罪、耐震偽装、不法侵入罪、猥褻罪。さあ、これふざけてもいいですか。猥褻罪選んでいいですか。そう、猥褻罪です。猥褻罪、ガバガバだから猥褻罪ってことだね。ガバガバなのはあんたの推理よ。すいません耐震偽装ですね。そうだよ、こんなの耐震偽装だよ。命に関わる問題は建築基準法の中でもやばいと自分で言ってたもんね不法侵入罪の問題を建築基準法の問題にすり替える逆転劇、さすがだね。逮捕されるのは旅館のババアだったようだな。違う、私じゃない。ドリルで地下を掘ったのは旅館の人間ではないのよ。ピンチになると責任のあれか。どうせ発注しただけで地下を掘ったのは業者の集客ペプ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 。どうせ発注しただけで地下を掘ったのは業者の仕業だとか言いたいんでしょ。違うのよ、私たちは依頼さえしてないんだよ。地下を掘るのも人工温泉を設置したのも
部屋を狭く改装したのも全て勝手にされたことなのよ。誰もしてないだ。だったらどっかのボランティアが勝手に地下を掘って人工温泉まで設置してくれたのでも言うか。そうよ。なわけあるかい。ありえない話でもない。ブラックドッター久しぶりや。君も忖度という言葉を聞いたことはあるだろ。うん、聞いたことありますね。ざっくり言えば思いやりのような表現で使われている言葉だが。そうよ、忖度なのよ。地下を掘り起こしてくれたのも、人工温泉もその他の設備も、部屋を狭くリフォームされたのも、すべて忖度されたことなのよ。大物政治家への忖度ならまだしも、こんなボロ旅館に忖度か。どこの救世主だ。本当に救世主なのよ。過去に命の救世主 X と名乗る人物から連絡を受けて、温泉発掘を無償で請け負うと。救世主 X、 どこかで聞いたような。おお、あ、あれ、ちょっとごめん、前のことすぎてあんま覚えてないんだけど、ここに閉じ込めてるのも救世主 X じゃなかったっけ。で、ここに忖度したのも救世主 X？ あ？どういうことだ。救世主 X に関連するデータがどこかにあったはず。ほら、これ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 、金の扉、どんなバールでも破壊できない開かずの扉、救世主 X の口座に7770ゴールド振り込めば解除される仕様、これだよ。そうだよ、7770ゴールド振り込ませようとしてる凶悪犯の名義が救世主 X だったよ。そういえば過去に旅館が救世主 X から70万ゴールドほど援助を受けたと言ってたね。その70万ゴールド相当の援助ってのが、地下発掘、人工温泉などの設備やリフォームのことだよ。その救世主 X ってのはどんなやつなんだよ。直接会ったことはないわ。手紙と SNS でしかやり取りしてないし。都合のいい話だな。救世主 X なんて作り話じゃねえのか。無償で温泉や旅館の仕事を受け負う人物など存在するわけがない。本当なんだよ、救世主 X は実在するんだよ。救世主 X が存在したって証拠でもあればな。救世主 X のドリル重機ならちゃんとあるわよ。そのヘビ探偵の地下人工温泉の記録にも映り込んでるでしょ。ドリル重機の数が足りない。ドリル重機があること自体おかしい。え？ドリル重機の数だったのかな？重機があること自体おかしい。ん、でも数が足りないことはないから、あること自体おかしいんだろうけど、何がおかしいのかちょっとわからない。そうだよ！救世主 X のドリル重機が旅館に残っていること自体がおかしいよ。あ、持って帰ってないってこと？これじゃあ救世主 X は旅館の誰かって言ってるようなものだよ。つまりは、あ、間違った。つまりは、救世主 X なんて旅館側の作り話ってわけじゃな。そのドリル重機も忖度なのよ。忖度でドリル重機ごとプレゼントされたのよ。忖度忖度って覚えたての言葉で乗り切ろうとしすぎだよ。もう、もう倫理破綻の域だよ。本当なのよ。全部救世主 X がやったことなんだって。なんかここまで必死になられるとさ、ちょっと信じたくなってきちゃうけど、どうなんだろうね。ブラックドクターなんか怪しくない？命の救世主 X による不可解な行動の数々、そこの蛇探偵くんならもう分かっているのではないかい。救世主 X が地下を掘り起こした理由、70万ゴールド以上の見返りがあるものといえば、あれしかないだろう。なんだ、なんかあったっけ。あ、これか、ツチノコの手配書か。このヘビボールってなんだっけ。監禁用の救済アイテム。あ、でも今のバージョン監禁か。あ、なるほど。え、これいくらになるんだろうね。めちゃ高かったらウケるね。でもこれじゃない、これしかなくない。賞金100万ゴールド。うわ、なになになに、致命的なミスリードが発動しました。は？
上出来だ、蛇探偵君。土の子？そうだよ、土の中といえば土の子だよ。救世主 X は温泉ではなく土の子目当てに土の中を無償で掘り起こしたんだよ。確かに土の子の100万ゴールドが目的なら見返り的にも十分だけど、正解のようで何か誘導されてるような、いやそうなんじゃないかな、もしかしたら。だってなんかすごい色になってるし、なんかムカデの色白くなっちゃってるもん、このなんか色と混ざって。何？ブラックドクターめちゃめちゃ悪い顔してるんだけど。70万ゴールドの損失を埋めるには100万ゴールドの土の子以外ありえないだろ。でもこれミスリードなんだね。てか BGM めちゃめちゃかっこいいんだけど。名探偵の名推理を信じたまえ。救世主 X のお目当ては父の子の100万ゴールド。温泉発掘ってのは建前上の口実だな。好意だと思ってたら父の子目当てだったのかい。私利私欲のために旅館が沈没したと考えると逆に腹立ってきたよ。父の子目当てに地下を掘ったまではわかるけど、人工温泉などの設備までサービスした理由はなぜなの？簡単なことだ。旅館が沈没した事故に対するお詫びだろう。お詫び。温泉が湧き出なかった件、そして旅館が沈没した件、償うべき理由は数多くあるからな。人工温泉などの設備提供や部屋のリフォームまでサービスするのは妥当な話だ。ドリル重機までプレゼントしてくれたのは？父の子なんてデマだと気づき、ドリル重機が用済みになった。粗大ゴミの無料破棄ってところだろう。この旅館が70万ゴールドの援助を受けた割に財政なんてのも納得いく話だな。全ては逆だったのだよ。70万ゴールドの援助を受けた割に財政なんではなく、70万ゴールドの援助を受けたからの財政なんてのがこの旅館の現状だろう。なんかちゃんと綺麗に説明してくれたな。旅館もバカだが、救世主 X ってやつも大バカだな。父の子なんて出番情報に流されて大金をつぎ込むなんじゃな。そこで発想をさらに逆転させる必要がある。そもそも父の子の嘘情報を流して利益を得るのは誰なのか。父の子の嘘情報を流す動機がありそうなのは、わからない場合適当で OK。 旅館の誰か、警察の誰か、ヘビー、救世主 X。 ヘビーではないはず。警察の誰か、あ、旅館の誰か。父の子の嘘情報を流す動機がありそうなのは、え、でも旅館の誰か。嘘情報を流すことで父の子を探しに来た人を止めるみたいな、止めて儲けるみたいな、そういうつもりだったとか。警察に利益って何があるんだろう、父の子の嘘情報を流して。旅館の誰かかな、うん、そう、父の子のデマを流して利益を得るのは旅館サイドなのだよ。何を言い出すんだい。温泉がなかった頃の旅館を想定した前、温泉を掘りたいが地下を掘る資金がない、そんな時逆転の発想で思いついた方法とは。え、これ？この土の子の手配書？そうか、温泉を掘ってもらいたい旅館サイドが土の子の嘘目撃情報を流せば。なるほど、どっかのバカが土の子情報に釣られ勝手に温泉を掘り当ててくれる。そのバカが救世主 X ってわけだ。思い出したわ、この旅館の三大名物の話。温泉、気まぐれパスタ、そして金色の蛇って話よ。金色の蛇。父の子のデマ情報を客集めにも使ってやがったか。ま、今となっては温泉もパスタも土の子も全て幻として消えたわけだがな。あー、シェフ死んじゃったしね。温泉も人工温泉だったしね。土の子もなんか多分デマ情報だしね。そうなると金の扉や爆弾の件は土の子情報に騙された救世主 X による旅館に対する復讐劇なのかな。いや、発想の逆転はさらに続くのだよ。救世主 X が旅館を恨むとは逆に、
旅館側が救世主 X を恨んでいる線も十分考えられる。そうね、温泉が湧き出るどころか旅館を沈没された悪人、旅館を沈没させた悪人としてな、文字通りの逆恨みだ。救世主 X の名義を持ち出したのも救世主 X への恨みから来るものだろう。だから違うと言ってるでしょ、さっきから話を勝手に進めて。あ、戻った。わあ、怖かったね。何だったんだろうね、あれね。もう救世主 X だの父の子だのどうでもいい。そんなことよりさっさと裏口を開けろや。俺はこんなクソ旅館さっさとおさらばしたいんだよ。わかったよ、開けりゃいいんでしょうが。ああ、開けてくれた。あと金の扉だけだね。ほら開けたよ。おいおい、そっちの金の扉も開けろや。だから金の扉は知らないんだよ。夜中来た時点で設置してあったんだから。お前以外に誰が設置するってんだ。本当に知らないっての。鉄格子はバールを使わせる目的だから監禁目的じゃないでしょ。金の扉は目的が違うから別の犯人がいるのよ。犯人が別にいるにしても旅館側がその ETM に振り込んで金の扉を開けるべきよ。今日中に金の扉を開けなければ旅館ごと爆発するのよ。それでも構わない、誰かが振り込むまで待つしかないからね。はぁ、大事な旅館が爆発するってのよ。やっぱりこの旅館おかしいよ。旅館の呪いや人工温泉の隠蔽には一生懸命なのに、もっと深刻な旅館爆発には他人事。行動が矛盾だらけなんだよ。その理由もそこのヘビ探偵くんならわかるのではないか。旅館側がバババババババ、旅館側が呪いや人工温泉の隠蔽に熱心な割に旅館爆発の問題には他人事なのは、旅館側が爆弾を仕掛けた張本人だから、頭が湧いてるから。逆転の発想、頭が湧いてるから。まあ爆弾を仕掛けた張本人が旅館側ってことなのかな。まあ逆転の発想してみる。他人事を逆転させると本人事。あーなるほどね。じゃあ仕掛けた犯人だから。あー、もうやめてよ。ブラックドクターの手のひらの上でコロコロ転がされるら、ブラックドクターの手のひらの上でコロコロ転がされとるわ。もうその通りだ、旅館にとって爆発問題は他人事ではなく本人事だったのだよ。自分で仕掛けた爆弾を心配する爆弾犯など存在しないからな。確かにそれしか考えられん。だったら旅館に爆弾を仕掛ける動機は何なのさ。爆発は明日。明日といえば、この旅館にとって特別な日だったはず。なんだっけ？なんか、深く思い出したり逆転の発想しすぎな気がするから、ちょっと証拠データ提示しましょうか。爆発は明日。明日が旅館にとって特別な日だったことを示す証拠データはないだろうか。これか？従業員が給料日前で金欠。あってた、やった。その通り、給料日前という事実が重要になる。さすがは探偵くんだ。おい助手、おい助手、さっきから探偵くん探偵くんと。お前はいつから探偵の助手になったのだね。いえいえ、無敗の刑事たるものこれぐらいのハンデがあっても負けることはないでしょう。確かにな。そんなことより給料日前ってことが爆発の件とどう関係するってんだい。給料日前、逆に言えば明日は給料日とも言える。そうだったよ、明日は旅館の給料日だよ。そんなに嬉しい給料日に爆発なんてどういうことだい。発想を逆転させた前、従業員にとって嬉しい給料日でも給料を出す側にとってはどうだね。今の旅館は財政難だと言ってたけど、そこに給料日までブッキングしたら。建築基準法の次は最低賃金法まで守れなくなるわね。給料が出ないと生活できないな。7000から8000ゴールドほど振り込まれるはずだよ。7000から8000ゴールド？記憶にある金額数値だよ。金の扉じゃないのこれ。7770ゴールド振り込めば解除される。ほら、そうだ、凶悪犯の要求している価格と一致する。
いやでもね、これもミスリードなんだよね。致命的なミスリードが発生しているからね。ってことはだったら旅館側じゃないってことでしょ。で、悪い顔をしてるブラックドクターがやっぱり怪しくなってくるけど、わからん。あの7775ゴールド振り込ませる ATM の全貌は、従業員に払えない分の給料を客に肩代わりさせるシステムなのだよ。なるほど、7770ゴールドって中途半端な価格設定も従業員用の給料分と考えれば納得だな。そんなの偶然だっての。議論も終盤に差し掛かるところで、あなたのターンになりました。これですね、休憩しつつセーブですね。 HP プラス10セーブレベル5以上 OK。 休憩しつつセーブもする欲張りプランだよ。よし、その辺の床に寝転がって HP が10回復した。あわいゴロゴロゴロ、イエイイエイイエイ。寝っ転がったままセーブ画面を開くわね。ありがとう。じゃあここでセーブして今日は終わろうかなと思いますよ。ご視聴ありがとうございました。いやー、怒涛の展開だね。いやもう怖かったんだけど、ミスリード全然終わんないし、あのみたいな笑い声めちゃめちゃ怖かったんだけど。いやー、これは面白いね。面白くなってきたね。旅館側の、いや、なんか最初さ、木の扉を設置したのはあのハンターだったけど、で、鉄格子を設置したのが旅館側だったでしょ。で、金の扉ってなった時に、やっぱ設置しそうなのは、っていうか、このなんか罠にはめてる感があるのはブラックドクターなんだよね。だから絶対に警察側が黒幕だと思います。ということで、また次回お会いしましょう。おつぴよでーす。